リファ・トジェ・マレトジノフは、ロシア・モスクワ出身の同国代表プロサッカー選手。FC ロコモティフ・モスクワ所属。ポジションは FW。地元クラブである FC ロコモティフ・モスクワのアカデミーで育成された。2016年2月25日、UEFA ヨーロッパリーグのフェネルバフチェースケー戦でデビューを果たした。2016年7月4日、FC ルビン火山と契約を結んだ。 2018年6月24日、ロコモティフモスクワに復帰。U-17 ロシア代表の一員として臨んだ。UEFAU-17 欧州選手権2013では1ゴールを挙げ、チームの優勝に貢献した。同年の 2013FIFAU-17 ワールドカップにも参加している。UEFAU-19 欧州選手権2015では決勝まで進んだが、 スペイン代表に敗れ惜しくも、準優勝に終わった。2019年10月、UEFA ユーロ2 0 2 0予選で、フル代表に初招集された。2021年3月24日、2022、FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のマルタ代表戦で、フル代表デビューを果たした。2021年6月2日、 UEFA ユーロ2020に臨むロシア代表26人の一人に選ばれた。同大会では2試合に出場したが、チームはグループステージ敗退に終わった。ロコモティフモスクワ U-17 ロシア代表、ありがとうございます。